安楽寺は、京都市佐京区獅子型に御所の団長にある、浄土宗景丹律の寺院。三号は、十連山。鎌倉時代の初め、浄土宗の海祖法年の弟子である、十連坊と安楽坊が、千秋年仏の道場として結んだ草案に始まる。七月に中、風よけを祈願する、かぼ着用で有名である。通称として、松虫鈴虫寺とも言われる。 平安時代の暗元三年に起こった、獅子形谷の陰謀から二十数年後の鎌倉時代の、初めに、法年の弟子である十連と安楽が、東山あたりを散歩していると、山中から一匹の白い鹿が現れ、その鹿が、春閣の山荘跡あたりで、姿が消えたのを不思議に思い霊国を感じたので、 現在安楽寺がある場所より、東方の山中に千秋年仏の道場として、獅子型に草案を結んだのが、当時の始まりという。そこで、十連と安楽は、六次来山の行方等、法年の徳千秋年仏の教家に努めた。十連と安楽の来山生命は美しく、長州を魅了したと言われる。しかし、県営二年に起こった、県営の法難で、十連と安楽は、 言葉上皇の助官であった松虫と鈴虫を出家させたとして処刑され、獅子型に草案は荒廃する。その後、流慶地から帰落した市の法年が、十連、安楽良相の菩提書として、草案を再建した。その後も何度か荒廃を繰り返し、現在地に移転して再興したのは、室町時代後期の天文年間のことである。時報として、十連、 安楽と元葉上皇の助官であった松虫、鈴虫関連のものが残されている。三号の十連山は十連坊の次号の安楽寺は安楽坊の名を記念したものである。以前は浄土州西山禅林寺派に属していたが、現在は単立となっている。安楽寺では毎年7月25日に中部町内獅子型にかぼ着用を御守する。これは、 今から180年ほど前、当時の住職であった、真空液随商人が、人々を、病区から救おうと本堂で修行中に、本尊阿弥陀如来から、夏の土曜の頃に、獅子型にカボチャを食べれば、中部にならないとの冷酷を受けたのが始まりで、以来7月25日に行われ、産経者に獅子型にカボチャが振る舞われる。この獅子型にカボチャは、百五十五年までは盛んに、 作られていたが、その後は新品種の登場で煽りを受け、今日ではわずかに作られているに過ぎないが、その栄養価が評価され今また脚光を浴びている。子型にカボチャは安楽寺のカボチャ供養のため、楽北の市原や、西玄、高家本、玄卓、絹笠等の京都市近郊の農家で栽培されている。極楽に生まれむことの嬉しさに見ば仏に任すなり、久と十連商人、 今はただ言うことの葉もなかりけり、南無阿弥陀ブツの皆の他に、半楽承認春の花と秋の紅葉の時期の、週末と7月25日のカボチャの日のみ、一般公開を行い、庭園、本堂、書院を拝観できる。一般公開日は、本堂で30分おきに、約10分間、寺の由来やお木像の説明を行う。拝観時間、9時30分16時30分。 ありがとうございます。